初めて明かされるわけですね、はい、そうなんです。それでは参りましょう。早速まずは副キャプテンの発表から参りましょう、はい、副キャプテンはこの方々です。全員前に登場してください。お願いします。何人もいるということですね副キャプテン。さあ前に出てもらえますか副キャプテン。さあ全4名でございます。副キャプテンはセランテス選手、鈴木選手、ジョーゴ選手、上島選手です。じゃあ一言ずつ、はい、一言ずつお願いします。副キャプテンですけれども、Thank you very much for the support. I'm very happy in Fukuoka. I would like to do the best performance as possible. Every 5 years, I'm going up to G1 for the, this is the fight. I would like this year also. We know it's difficult, but we will try our best for. Okay. Thank you very much. いいじゃないですか。サポーターの皆さん、いつもサポートしていただきありがとうございます。自分は福岡にいることがいられることができてすごく幸せに思っています。できる限り良いパフォーマンスを見せて、アビスパの歴史において、5年周期で昇格をしたり良い結果を残してきているというのを聞きました。今年が25周年、そういう年だと思いますので、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨シーズンまで1年半キャプテンをやらせてもらっていろんな経験をしたので、この後発表されるキャプテンを支えることと、チームがいい方向に行って G1 昇格できるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではジョーゴ選手お願いします。今シーズンは、キャプテンという、立場ですが、どんな立場でも、自分のやることは変わらないと思っています。言葉で、チームを引っ張ることはできないかもしれないですけれども、プレーでみんなを引っ張っていけるように、そしてキャプテンをサポートできるように、自分のできることを精一杯やりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上島選手お願いします。福岡に来てまだ1、2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、もうすでに福岡のことが好きです。でこの福岡を盛り上げるために、自分なりのキャラクターでチームに貢献できるように頑張っていきます。お願いします。よろしくお願いいたします。というわけで2020シーズンの副キャプテンはこの4名です。もう一度盛大な拍手をお願いします。